皆さんこんにちは。 A4 Beginners 第4回は前回までの内容を踏まえて、上から物が落ちてきて地面にぶつかってぽよよんってするような角縮アニメーションというのを作っていこうと思います。この角縮アニメーションを作っていくにあたって、今まで学んでいなかったトランスフォーム5つのうちの、今まで位置と不透明度のみを扱ってきましたが、アンカーポイント、回転、スケールといった内容にも触れていきます。今回の動画を受講することで、基本的なトランスフォームすべて網羅するというような内容になりますので、ぜひとも最後まで見ていってください。それでは早速いってみましょう。はい、それでは早速始めていきましょう。皆さんに今日作ってもらうのは、こういった動画になります。上から文字が落ちてきて、ぽよよんと動くような、この角縮アニメーションというんですが、このぽよよんというアニメーションですね。これを皆さんに作ってもらおうと思っています。はい、それでは早速、コンポジションを作ります。このコンポジションを作って、まずは文字を作っていきましょうか。はい、トニラボという文字を作ります。大きさも適当にいい感じにしてあげてください。そして、下に地面を引きましょう。地面の作り方は、新規平面を作って白い平面作りましょう。で、この白い平面を選択ツールで下にずらしてあげる。普通にこうフリーハンドで下にずらしてあげると、こうやってちょっと横にずれちゃったりするんですね。この真下だけにずらしたいんですけど、横にずれちゃったりするので、そういった時はずらしながらシフトをしてあげてください。すると縦横ですね、縦横をビシッと合いながら真下とかにこう下ろしたりするときには便利です。はい、でこの状態でトニラボという文字ですね、ここから落ちてきてポヨヨンと跳ねたりするんですが、そのアニメーションを作る前に皆さんに、トランスフォーム、基本的なトランスフォームを前々回お伝えしていたんですが、スケール、回転、アンカーポイント、この3つはまだ説明をしていなかったと思いますので、今回このポヨヨンという角縮アニメーションを作る上で非常に重要なパラメーターなので、皆さんにここで解説していきたいと思います。トランスフォームを開いたところで、まずはスケールの説明に入っていこうと思います。スケールは名前の通り大きさを変えるパラメーターなんですが、これを大きくしたり小さくしたりするともう大きさが変わりますよね。で、皆さんお気づきの方もいるとは思うんですけども、2つ数字が並んでいて、これ1と同じように X 軸 Y 軸それぞれの大きさになっています。今一つを動かすと両方とも動くような、同じ数字が入るような状態になっていますので、ただ単に大きくなったり小さくなったりというようなアニメーションになります。これをですね、隣にあるこの鎖のマーク、これを外すと、横方向だけ縦方向だけというような、別々に大きさを変えることができます。そして次は回転ですね。回転のパラメータも2つ数字があるんですけども、これは X 軸 Y 軸という話ではありません。これですね、左側のこの0っていうのと、右側にある0度プラス00度っていうのがあるんですけど、この右側だけをまずはいじっていきます。これ数字を入れるんではなくて、こうグイーッとドラッグ&ドロップでこう回転させて角度を決めていくっていう感じなんですけど、こういった形で回転をつけていくことができます。で、左側の数字はそもそも何なのかっていうと、これどんどん大きくしていくと360度を超えるんですね。360度を超えると、左側に1が追加されて、で、こっちの360以上の数字っていうのはこっち、またリセットされました。これは、ぐるぐるぐるってたくさん回したときに、こうやって何回転してますよっていうのが分かる、数字になっています。そして、この回転とスケールを一旦リセットしますね。0の0度。こちらも、はい。この状態ですね。このスケールと回転、今触りました。その時、特に回転の方なんですけど、こちらをいじった時に、皆さん感じられたことがあると思います。どこを中心に回転しているのかっていうのが、結構明確に分かったんじゃないでしょうか。はい、今回転させているんですが、この点、このマークを中心に回転させてますよね。この回転しているこの中心点、これがアンカーポイントになります。このアンカーポイントですね、こうやってずらしてやることで、回転させるとさっきとは全然違った回転の仕方をしますよね。もちろんこのスケールを変えた時にも、今はさっきとは全然違った動きになります。なので、このスケールと回転、
この値をつけるときにはどこを中心として回転させるべきなのかっていうのを考えながらパラメータを設定する必要があって、その中心点となるのがこのアンカーポイントになりますので、先にこのアンカーポイントを設定してあげましょうというようなお話になります。ここまでを、皆さんにお伝えした上で、それではじゃあ実際にさっきと同じアニメーションですね、上から文字が落ちてきてポヨヨンと跳ねるようなアニメーションなんですけども、こちらを作っていきたいと思います。で、ここトランスフォームですね、リセットというボタンがありますので、このリセットを押してやると、初期状態みたいな状態にできますので、一旦ここリセットをしましょう。そして、これ上の方にずらして上から落とすということなんですけども、今この後ですね、こう下に落ちてきてポヨヨンとさせるためにはどこにアンカーポイントがあるべきなのかっていうのを今考えましょう。はい、これですね、アンカーポイントをいじってこうやって、ずらすこともできるんですが、これ実は、アンカーポイントツールというツールがありまして、ここにあるんですけど、アンカーポイントツールを選んだ状態でこのアンカーポイントをドラッグアンドドロップでこうやって移動させることができます。で、コントロールを押しながらこのアンカーポイントを移動させると、この上下左右それぞれ、まあ、斜めもなんですけど、とど真ん中ですね、この合計9つのポイントに、ピタッとくっつけられるような、仕組みになっています。これで今回上から落ちてきて下に衝突判定ありますので、今回作る動画をもう一度見てみましょう。ぽよよんぽよよんってなっているんですが、これってこの一コマずつ送っていきますね。こう潰れて、こう戻って、こう潰れてっていう風にしているので、これ衝突判定ですね。こうぶつかってこういう風に伸びますよね。で元に戻ったり、またこう各種アニメーションが進んでいくんですけど、ここにありますよね、明らかに。ここが中心点となって、潰れていますよね。この上から落ちてきて、ここが中心になっているからこそ、こう縦に潰れた時にここは変わっていないけどこっちは潰れてくるっていうのは、もうここにアンカーポイントがあるっていうことですよね。で横にも中央を軸に横に伸びているので、今回の答えとしては、ここにアンカーポイントがあるということになります。ですので今のこの位置ですね、この位置にあれば問題ないはずということで、じゃあ実際に上からまずは落としていくところからしてみましょう。それでは、選択ツールに持ち帰って上から落とします。この辺りから落ちてきて、はい、このアンカーポイントがこの地面についたっていう感じですかね。ただこの文字あんまり地面についてるっていう感じしませんよね。このフォントの問題なんですけど、こっちはついてるけどこっちはついてないみたいなことが起きているんですけど、まあ一旦そこは除外して考えましょう。あんまり深く追求せずにそこはやっていきましょう。ここがまあ地面についたと仮定してやっていきましょう。はい、それでは今ここからピューって落ちてきました。こう落ちてくるんですけど、ここを先にイーズつけちゃいましょうか。前回やりましたよね、このグラフエディターを使って最初パッとここからパッと手を離した時にスーッとどんどん重力加速度があってどんどん速く落ちていっていくというようなアニメーションになりますので、最初動きは0からスタートしてどんどん加速していくというアニメーションですね。どれぐらいが適切なのかっていうのは、イメージ考えながらやっていくっていうことになります。ヒューとちょっと落ちている時間自体がちょっと長い感じがしますね。これをもうちょっと短くしてあ、いいですね。この今なぜ先にこのイーズをつけたのかというと、この衝突した時のスピードがわからないとどれぐらいポヨヨンっていうあのアニメーションになるのかっていう、その、 あのこの拡縮幅だとか拡縮するスピード感だとか、そういったものをちょっとイメージするのにこの先にイーズをつけておかないとそれがイメージできないんですよね。なので先にイーズをつけました。はい、落ちてきてこれぐらいですね。このスピード感でぶつかった時にどういった拡縮になるのかっていうことなんですが、ではここから実際アニメーションをつけていきます。スケールにキーフレームを打って、ここからまずここで衝突しました。衝突したので横に潰れます。一旦ちょっと横に潰れます。まずは130にしておきましょう。横に130潰れた時、こっちはだいたい
70とかにしておこうかな。はい、最初100、100のところからブニュッと潰れました。X 軸横方向に130%になって縦方向で 70% になりました。はい、この時に結構重要なことなんですけども、この物が拡縮する時のイメージというのは、この体積、まあ本当は体積なんですけど、これ横なのでもう面積って言うんですけど、面積があんまり変わんないようにしてあげないといけないっていう風なことを考えてほしいんですね。本当は面積っていうと縦かける横なんですけど、毎回その縦かける横の数値が同じようになるように計算しましょうみたいなことはちょっと大変なので言わないんですけど、まあ、簡単にやる術としては、ここ足したら200になるぐらいの感覚でやってれば大体いい感じになりますので、まずは例えば今100だと、これ100だと、まあ足したら200ですよね。で、横に潰れた時、まあ、横の伸び方を130にしようと思ったら、じゃあ縦を70まで減らそう、合わせて200なのでこれでいきましょうみたいな、そんな感じです。次は一旦横に潰れたのが反動で戻ってくるということですね。で、反動で戻ってきた時に100以上に元の形よりも、さらに反対側に反動で戻ってしまうっていうアニメーションになるので、今この130っていうのを80、そしてこっちを120にします。これ何なのかっていうと、こんだけ潰れてからこうちょっと戻りすぎなぐらい戻りましたよっていうことですね。で、さっきと違ってこっちは130と70なのに、次は、70と130じゃないのかっていうふうに思われるかもしれないんですけど、これどんどん力が弱まっていくというか減衰していくっていうんですけど、このアニメーションの強さはどんどん最終的には止まらないといけないので少しずつ弱くなっていきます。なので数字がどんどん、数字の幅自体が減っていくっていうイメージですね。で、次は110の90で、95の、105とかにして、最後は100100っていう風にしてあげました。はい、見てみましょう。ポヨヨンっていくかな。一回ブニュっていって、戻って、戻りすぎて、もう一回潰れて、もう一回行きすぎて元に戻ると。はい、ここまでで正しいですよね。一旦再生してみましょう。ワークエリアを無駄なくするためにこの辺に設定しますね。はい、再生しています。ユーポヨヨヨヨン、あまりにも雑なアニメーション。はい、今ここで衝突した後の動きとしては非常に良くないですよね。全体的にゆっくりな動きなので、これをゆっくりではないようにするためにキーフレーム同士をちょっと寄せてあげましょう。これぐらいかな。ポヨヨン、これでもまだゆっくりですね。これでもまだゆっくりなんですけど、今ちょっと表示領域が非常に狭い状況なので、ちょっと拡大して表示しようと思います。この上のバーですね、この上のバー、青いところをこうやってギューってしてやると表示領域を拡大して表示することができますので、詳細なアニメーションをつけたいときに非常に便利です。じゃあもう一回再生しますね。ぽよよん、ちょっともっと今ゆっくりすぎるので、もっと早くした方がいいですね。ここ一気にこう今縮めていく作業も一気にしたりとかできるんですけど、これちょっと問題が、今回のアニメーションに限ってはちょっと問題が起きがちなので、ちょっとそういうのはせず、ぽよよん、だいぶ良くなってきましたね。アニメーションとしてはあと1フレームずつかな、あと1フレームずつあれば良さそうな気がしますね。ぽよよん、早すぎる感じがします。逆に早すぎる。最初だけ早い方がいいのかな。ちょっとこの辺は微調整なんですけど、ボヨン、はい、まずはいい感じのアニメーションになったと思います。これ今この間をの広げ方なんですけど、今ここからここまでっていうのは潰れた状態から反対側に潰れた状態まで移動する時間幅なので、ちょっと広めにとってあるんですよね。ここ一番最初のところって、最初潰れた状態じゃないところから潰れた状態になるので、移動幅としてはあんまりこっちよりもちょっと狭めに設定してます。こっちよりもこっちの方を狭くしているということですね。で、こっちの方も、
まあ、ちょっとまた、移動幅が広いので、ちょっと時間も長く取ってあげました。で、最後ここですね、動き自体があんまり大きくないので、ちょっと狭めに設定してありますっていう風に設定した時になかなか自然な感じになったかなと思います。これをより自然にするための方法、いろいろあるんですが、まずはイーズをかけてやるっていうことだと思います。ここですね。ここ、Easy Ease という技を使いましょう。今、このスケールに対して、普通にイーズをかけようとすると非常に大変なんですね。しかも、このスケール、今、X 軸、Y 軸、別々に今設定している状態なので、非常にイーズがつけづらい状況にあります。赤が X、緑が Y なんですけど、これを一つ一つやっていくのめちゃめちゃ大変ですよね。なので、今回は FQ という、キーボードに FQ というボタンが上の方についている人がいると思うんですけど、この FQ ボタンを使います。これは Easy Ease と言いまして、33% の Ease をつけますよっていう感じですね。ですので、このポヨヨンというアニメーションに限って言えば、この拡縮アニメーションに限って言えば、この Easy Ease で十分なので、このキーフレームを選んでいる状態で FQ ボタンを押してください。すると、キーフレームの形が変わります。はい、Ease をつけた時の形ですね。はい、この状態でちょっと見てみましょう、はい。こういう感じになっています。この伸びきったところがゆっくりになるっていう感じなので、この拡縮アニメーションにはうってつけということになります、はい。非常にスムーズなポヨヨンという拡縮アニメーションになったと思います。はい、いかがでしたでしょうか。今回のポヨヨンっていうような拡縮アニメーション、いろんなところで使われてます。柔らかさを表現するときに非常に多用しますので、ぜひとも覚えていってください。次回やる内容は、今回自然なアニメーションシリーズということで、一つ目、ポヨヨンというような拡縮アニメーションをやったんですが、次回は、ボールがポーンと放り投げられて、トントントンとバウンドして転がっていくというような、アニメーションになっていきます。これも非常に重要な考え方が含まれていて、今回の拡縮アニメーションと次回のバウンサーアニメーション、この2つを掛け合わせると本当にいろんなことできるようになっていきます。いろんなアニメーションの基礎になってますので、ぜひとも次回の動画も見てください。それでは次の動画でお会いしましょう。